おはようございます。成田です。いよいよオークションシーズンに突入してきました。僕の出番じゃないでしょうか。まあ皆さんね、僕の解説を見てご自身で入札されたりするのもいいと思います。ただね、それを売るときは僕にね、委託してくれれば嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。今日はピアサ、一番僕が最近楽しみにしてますデザインイタリアンがアップされてます。やっぱりイタリアデザイン 注目されてますよね、結局みんなこれが廃れるとかねこれが流行るとかやっぱ世界的な流行っていうのもありますしただまあ流行って言っても結構こういうオークションに出るものって永続的に続くっていうのが。 安心になると思いますのでついにイタリアデザインも安心の領域に入ってきたと思っていただければいいと思いますただねやっぱあのピエール・ジャンヌレみたいな例もあるんでねあれはちょっと特殊です皆さんがね価値をつけすぎちゃってそして最後見向きもしなかったっていうねなんとも残酷な例であってまあもうそういうことはないですよねイタリアデザインなんかさらに歴史も深いわけですし トップピースに関してはきちっとフィリップスサザビーズクリスティーズで取引がされてますでまあ今までねなんでなかったのって言われるとやっぱりきちっとしたレゾネがないからなんですよね価値のつけようがないそれを今ねピアサーが中心となってイタリアデザインにきちっとした評価価格的な価値をつけようとしていますですのでね買って損はないと思います こうやってね、ピアサが仕掛けると、次はフィリップス、そして大手っていう風な流れが必ずあるのでね、ピアサのこの仕掛けは注目しておくといいと思いますよ。で、今回、イタリアデザイン、ジオ・ポンティ、マックス・イングランド、アンジェロ・レリー、オスバルト・ボルサーニ、ちょっと古典寄りな方にね、注目をしてね、ドドーンと出てますね。イコ・パリージュも古いものを中心に出てますし、なんとも面白い。 ラインナップ。イタリアらしい造形のものがセクシーって呼ばれるデザインがダダーンと出てますよね。モダンというよりはセクシーなイメージでしょうか。では見ていきましょう。えっ、ー、と、カタログも綺麗なんでね、時折カタログも入れながら見ていきましょう。はい、さ、最初はですね、パオロ・デ・ポリさんとジオ・ポンティの共作ですよね。まあなかなかね、イタリアの こういう陶芸って見ないんでね、そろそろ皆さんね、こういうものも買っとくと早い人になれるかもしれないですよ。まだ今安いですからね。すぐね、ドスーンとこういう小さいものはね、上がっちゃったりしますからね。楽しみですよ、こういうのは。本当買っといていいと思います。はい、この辺から家具が出てきました。まあ、オスバルト・ボルサーニの オークションアイテム。これはもう昔からオークションの定番のテーブルですね。105番。で、マークス・イングランド。この人はどっちかっていうとアーティスト。そんな活動をしていましたね。ガラスの作品が有名です。やっぱりエレガントなものが多いので買っておいて損はないと思います。あとこの方、ピエトロ・シエんこの方もちょっと同じような作風ですね。解説少しずつ入れていきましょう。はい。ホルタナ・アルテ。 このモデルのテーブルは非常にね、綺麗です。よっ、フィリップスとかの常連でもありますね。このテーブルはね、すごーくね、柔らかーいデザインで、なおかつ、造作がね、素晴らしいんですよね。やっぱね、イタリアのデザインっていうとね、銅、真鍮とかね、そういった黄色いものをね、入れてね、あのアクセントにしてくるんですよね。そういうところはセクシーになるんじゃないでしょうか。 よいしょこれがねピアサが一番上まで戻っちゃうのがちょっとやりにくいですよね。もうちょい大きくしよう。大きくならない。はいマックス・イングランドの有名な照明。この辺もマスターピースと呼ばれるものになるんじゃないでしょうか。はいそして27番。 これはねあの一時期ジオ・ポンティという名前で出ててその後カッシーナというので出てたんですけど今はきちっとモデル572んて読むんでしょうねこれスタディオテクニコスタジオテクニコですかねそういう名前できちっと出てますねはい30番のマークツ・イングランドのこのテーブルレアですねこれは買って損はないと思います ガラスのものも綺麗ですね。珍しくスカルパーの33番テーブル。こんなテーブルも作ってたんですねって言われるようなテーブルが出てますね。34番。これもボルサーニの代表的なテーブル。フィリップスとかですと、もうちょっと高値で取引されますね。35番もそうですね。37番。ピエトロ・シエサコーヒーテーブル。この辺は可愛いですよ。ほんとイタリアらしくて。 そして、アンジェロ・レリーさんの照明がドドーンと出てきますね。この辺はもうね、なかなかちょっと使いこなすのは難しいですからね。点釣りですからね。はい、41番のジオ・ポンティ。これレアですけど、ちょっと古典すぎて使いにくいかなって僕は思います。はい、えー、と、45番。これはね、イコパリージさんのメインになる。イコパリージさんの本の表紙にもなってますね。コンソール。 まあ壁にパスッと置いて、ここにハンスコパーでも並べます <laughs> そういうね、まあ飾り棚ですよね。高さが高いんでダイニングにはなりませんので、まあ足もこれだけあったらダイニングにはならないですよね。ウォールナットが綺麗ですね。いいと思います。こういうのをね、さっとね、取り入れていけるようになるとね、上級者ですね。はい。 はい隣のジオ・ポンティのチェストこちらも、まあ、ジオ・ポンティらしいメインになる作品だと思いますそして47番こちらもねすごい素晴らしい作品ですよで48番これ僕ねイタリアのオークションで8000ユーロでね落とし損ねちゃったのがそのまんま出てきてますね変 <laughs> えた人はラッキー50番フォルタナ・アルテこちらも綺麗ですねフォルタナ・アルテはガラスの 造作メーカーです。こちら、フォルタナ・アルテの、やっぱりウォールミラー。こういうのもね、さっと一個あるとかっこいいですよ。可愛らしいですからね、イタリアのガラス、ベニーニとか含めて、そういうののね、ウォールミラーとかは本当おしゃれ。別にそこで自分の顔を見ろっていうわけではなくてね、あると存在感が美しいという意味で綺麗だと思います。54番、マックス・イングランドの照明。 まあそろそろ pH にも飽きたらこんなランプなんじゃないでしょうか。57番のジオポンティ。これはレアですね。で、まあちょっとまあシンプルなんで使いやすいジオポンティじゃないでしょうか。エディション ISE1954 年のモデル。わかっこいいですね。これはいいですね。使いやすくて。はい、これ僕の中でおすすめアイテムにしておきましょう。お ちゃんと戻った。<laughs> 何なんだろうな。何かこう、プログラミングがよろしくないな。63、64。この辺もちょっと古典的で使いにくいですよね。67番、ウルリッチの照明。かっこいいですね。これはね。それ。<laughs> かっこいいですね。これはペアで持ってたいものですね。イタリアらしい。 いやー非常にイタリアらしいランプ。68番。これはまあ、ジオポンティの一番メインになるような椅子なんですけど、ちょっと派手すぎですね。僕はもうちょっとね、おとなしい。さっきの、こっち、よ、よ、57番とかの方が好きで合わせやすいと思います。で、今回のロットのメイン、71番、ルシオ・ホンタナ、オスワルト・ボルサーニ、60万ユーロ。 まあ、とあるところで使われてた物語なんかがザーっと書いてありましたけど、ちょっとまあ興味はないかな。70番のジオポンティ。この辺の価格帯のものなら使いやすいと思います。69番、ピエトロ・シエサフロ、フロアランプ。イタリアらしいデザインですね。まあこの辺レアですからね。高いですよ。 はいそして74番、75番、ジオ・ポンティ、シンガーサンという、ライセンスで出したフィンユールでいうと、このベーカーみたいな感じですね。僕はあまり購入をおすすめしてません。 ジオポンティ、ピエロ、ピエロホル・ホルナセッティ、76番の壁掛けの飾り棚、こういうのはね、いいですよね。12万ユーロ、まあ、高いか安いかは別として。77番、ジオポンティのフロアランプ、あレアなの出てきましたね。ちょっとね、もうちょっと僕はイタリアらしいランプの方が好きかな。80番、アンジェロ・レリー、この辺もまあ、アンジェロ・レリーらしいメインになる。 そんなランプなんじゃないでしょうか。まあなかなかこれを天井につけれるオタクはないと思いますか。はい。そして78番ジオ・ポンティのミラー。これね、よーく見るとかわいいんですよ。もうジオ・ポンティらしい。くるくるデザインがここ。ほら。くるくるデザインが。可 <laughs> 愛いいですね。フォルタナールテから出てる。まあ造作もきちっとしたところから出てますよ。 きちっとそれでジオポンティのものは、ジオポンティの,あのアーカイブがオーセンティックしたものを買うことをお勧めします。まあ偽物がね、あの、新しく仕込まれた偽物ではなくて、当時やっぱりね、ジオポンティを模倣したものっていうのが非常に多く市場に出てたんですよ。当時から真似したものですよね。電動木工をも、ね、真似したそれっぽいものみたいな、そんなイメージだと考えてください。 81番ジオポンティのヘッドボードこれは昔イーデーのねあの黒崎さんの何かの読み物でねこれについて語ってましたね8283は確か船の何か内装のためのものだったと思いますちょっと使いづらいと思います84番これはまあ有名なジオポンティのガラスのデスクちょっと使いにくいですよ危ないですしね 86番のジオポンティ、ウォールシェルフ。こういうのをね、僕いいと思いますよ。こういうのをそろそろプルベとかのクラウドとかペリアンのクラウドの棚ではなくてね、こういうのを使えるようになると、ちょっと上級者。をお,おってなりますよね。87番、ドミニオーニの照明。これ珍しいですね。台座がなんだこれ石になってんですかね。 クレスピーが少し出てきて、ホルタナアルテ、こういうものをね、いいですよ。ホルタナアルテ、この後確かなんか小さな小物入れみたいなの大量に出てくるんですけど、いいと思います。93番、マックスイングランドのコーヒーテーブル。これはもうね、マックスイングランドのメインになるテーブルで、価格もそこまでないので、こういったものから取り入れるといいと思います。フィンウールにも合うと思いますよ、こういったものは。 98、99、100。これはね、合わせで点付けの照明とかにできるんですよ。そのぐらいね、あの、なんだろう、発展性のある六角形を6個つけるっていう。まあちょっと後でね、あのもう1個のカタログ見ましょう。101番、ジノサルファッティの一番メインになるモデル出ちゃいましたね。これは僕も欲しい。雑誌とかの表紙になるレベル2万5000ユーロ。まあ、無由のフロアランプ買うと思えば安いですよね。 102番、オスバルト・ボルサーニ買いやすいテーブルですね。そして、そして、103番のこのジノ・サルファッティのジョジョもね、まあまあ、ジノ・サルファッティの本のメインになる。あ、2個出ちゃってますからね。これ2個手に入れたらもうスーパースターですよ。<laughs> 本当ほんと、今が買いですからね。こんなのすぐ10万ユーロとかになる、なりますからね。恐ろしい世界ですからね。この世界はね。こうやってイタリアデザインが徐々に注目されて、 フィリップスとかの常連になってくるともうそこにいるアートマーケットの方々からしてみればこんなの本当レジの横のガムを買うようなもんですからねチャリンチャリンと買われてすぐ10万ユーロになりますからねほんと今が買いですよイタリアデザインは105のジオポンティサイドテーブルこれも綺麗ですねフォルタナ・アルテ107番のミラ こういうのもね美しいですよちょっと仕入れますねフルタナ・アルテはイタリアに行くとまだまだありますのでアンジェロ・レリーちょっと昭和を感じちゃうなこのランプは111 <laughs> これすごいイコパリージさんのロッキングチェアコモから出てました1952年これ僕は実物をね見たことないですねこれちょっと僕見たいなーって思っちゃいますね まあポール・ケアホルム、ハンス・ウェグナーのネイスに飽きちゃった人はいかがでしょうか。ジノ・サルファッティ、これもまたメインになるのは出ちゃいましたね。いやいや、今日、すごいな、このオークション。<laughs> よく集めたな。115、116、ソットサスの、まあちょっと変わり種でしょうかね。でもまあね、この辺持ってるとね、威ばれますからね。 117、うん、118 11とユニークなソットさすが続きますね。119、変態モリーノ出てきましたよ。これはあの、アフターになりますから、そこまで高くない照明ですね。ちょっとこれ輸送が大変なんですよね。でかいからね。<laughs> 1994年のモデル。まあ、エレガントですよね。かっこいい。ああ、もうまた一番上まで戻っちゃったな。 よはい、出ました。変態モリーノ。まあね、これ、これが、えっと、スタ、だろう、プルーベでいうところのスタンダードチェアみたいなレベルのものからで、ものですかね。イタリアンデザインの中で。これを持ってりゃ、自慢できる。もちろんね、プルーベのスタンダードチェアなんかより、めちゃくちゃ数は少ないですからね。これを持てる人はもう限られてますからね。 変態モリーノはね、自分で車をデザインしてルマンとかに出ちゃうおじさんですからね、やばいですよ、危ない人ですよ。これはいつかは欲しいっていう僕の椅子の中に入ってます。はい、124のジオ・ポンティ、この辺は難しいですね。123、125、マックス・イングランド、綺麗ですね。マックス・イングランド、今回たくさん出ますね。いやいやいやー。 いいですねミラーちょっとイタリアのミラーかわいいですよはいそして131番これは本当に美しい照明ですねこれ見てください <laughs> もう pH ランプそろそろ卒業じゃないですかこんなかっこいいのが世の中にあるんですよ2万5000ユーロ、ね、もう大きさも7 3センチまあまあでかいですよ ちょっとつけるの怖いですけど、つけちゃえばもう完璧ですよね。もうそろそろ PH 卒業じゃないですかって何度も言いますけど、PH 卒業じゃないですか ?PH。<laughs> この辺可愛いいですよ。ぜひ取り入れてください。はぁ、あ、疲れちゃいましたね。<laughs> 面白いのがたくさん出てきてね、ほんと疲れちゃいますよ。いいですね。イタリアンデザイン。 148、147 14、ジオポンティ。この辺ちょっとレアなものが出てきましたね。まあ買っておけば自慢ができるものだと思います。ほとんど見かけないものだと思います。164、ジオポンティのデスク。こういうのを使いやすいですよ。 こういうのから入るのもいいかもしれないですよね。すごくジオ・ポンティーらしいデザインだと思います。ちょっと古いですね。1936年。はい、もう一つ165番同じの出てますね。テクニコ。可 <laughs> 愛らしい。はい、ピエトロ・シエスサとフォルタナ・アルテの小物がダダーと出ます。 この辺は非常に造作も良くてねまあ仕入れてこれを売れって言われても売れないですからねどなたかいたらぜひチャレンジしてみてください178ジノサルファッティのランプこれも可愛らしいですね177ジオポンティのアームチェアレアですねこれはそんなに見たことがないです181セットオブ12チェアーズ安いですよね まあこれカッシーナのモデルじゃないんでね安いんですよねやっぱジオポンティカッシーナのモデルが一番高くていいと思います自慢できますしねカッシーナのヴィンテージとかねかっこよくないですかジオポンティカッシーナのヴィンテージを持ってますプルベよりエバレルかもしれないですよそのうち何せイタリアものって数が限られてますからねまあそこがねあんまりこう 流行らなない原因にもなるんですよプルベのスタンダードチェアってやっぱ数があるんであの人が持ってるものを私が買えるってねそれで流行るんですよイタリアデザインってあの人が持っちゃったら次出ないじゃんっていうのでねだからつながんないそういうところもあるかもしれないですよね185番のジノサルファッティさんもいいですねなかなか見ないなこういうのも 190のジオポンティ。こういうのも可愛らしくていいですよね。ちょっとフレミングラー線的な。<laughs> 192のジオポンティ。この椅子は僕持ってましたけど、ちょっと座りにくかったですね。はい、196のアンジェロ・レリー。これは買いだと思いますよ。まだ6000から9000ユーロ。こんなのすぐ3倍になりますからね。もうすぐね。 いやー、綺麗ですよ。こういうのはね。中に UFO がいるみたいで。197のジオポンティはレアですね。レアだけどちょっと選ばれないかな。多分おそらくこれしかないんじゃないですか。世の中に。ジオポンティ持ってますよって写真見せても、うんってなるようなね。そういうのは買わない方がいいと思います。よっぽどこのデザインが気に入ったとかならいいと思いますけどね。なかなかいないですよね。そういう人は。そういう人に出会いたいです。 はい、202番のジオポンティの点付けの照明。こういったものから入るのもいいかもしれないですね。まあちょっとね、アルバー・アルトも飽きちゃったでしょう。もうアルトの照明も。どこ行ってもアルト、アルト、アルトってね。<laughs> アルトはね、ジオポンティと仲良しだったんですよ。ジオポンティのことを尊敬してましたからね。もう本当キッチンとかね、あの <laughs>、 ダイニングにアールトのちっちゃいのがね吊るしてある風景は飽きちゃいましたよねもうみんななんでああやって真似をしてアールトアールトなんですかねもちろんかっこいいオタクもありますけど9割がかっこ悪いですよねあやば独自出てくるすごい204番ビコマジストレッティレアなの出てますね可愛らしいじゃないですか すごいね。今回本当によくこれだけ集めたねっていうぐらい。213、アンジェロレディ。これ僕大好きなんですよ。なんかこうメガホンみたいなね。いやーかっこいい。まあこんなのレアですからね。アルドリュース,ス、アンジェロレディのメーカーから出てますね。いやーかっこいい。トリエンナーレもいいですけど、トリエンナーレより多分間違いなく トリエンナーレの20分の1ぐらいしかものはないと思いますよ。先日僕これイタリアのオークションで見て、アメリカで見たんだっけななんか僕誰かにおすすめして。これでも僕は本当好きです。個人的に好きな照明です。はい、216、コパリージさんのソファー出ましたね。今ライトで3人掛けが 売れ残ってるんで、これと合わせてセットアップにしたらめちゃくちゃかっこいいですね。貼り直しして。何しでカッシーナのヴィンテージ。これもそのうち復刻すんじゃないですかね。今が買いですよ。2脚で7000ユーロトップですからね。2脚でね、2万ユーロで買っても全然いいんじゃないですか。まあフレンチね、なかなかいいソファーもないですしね。ダイニングは フレンチ。リビングはイタリアン。僕は今ね、そんなバランスがいいなと思ってます。北欧はちょっと入れにくいですよね。そこにちょっとアメリカな本当にモダンの直球のものとかが入ってきたりとか、まあイタリアのソファーにジョージ・ネルソンのココナッツ合わせたりとか、そういうのが僕はね、あの、今好きですね。残念ながら北欧っていう選択肢は僕の中に今全くないです。はい。以上ですね。 いやー素晴らしい。ちょっとこっちのね、紙のカタログも見ていきましょう。紙っていうか結局これ印刷してるかわかんないんですけど、はい、ジオ・ポンティさんっていうのはこういう方ですね。おー、こっちのカタログもやっぱ綺麗ですね。これはポリさんですね。にゃーん。はい、オスバルト・ボルサーニーとかマークス・イングランドとか、こんなにエレガントなんですよ。 ホルタナアルテさっき見たテーブルフロストのガラスがいいじゃないですかいやーこのマックス・イングランドのテーブルセンターピースいいですねかっこいいこのスカルパのテーブルはレアですね見たことないボルサーニーのこのブレス使ったタイプも可愛らしいですね 使いやすいしいいんじゃないですかまずはこういうのから入るのもね。アンジェロ・レリー。あ,あ、当時はこうやって使われてたんですね。ズババババーンとね。ちょっとこの辺のジオ・ポンティは古典すぎて使いにくいと思います。はい、イコパリージさんのメインになるコンソール。かっこいいですね。素晴らしい。イタリアのウォールなど独特のかっこよさありますからね。 ジオポンティの壁掛け、壁付けのチェスト、かっこいいですね。こういうのもね、一本足っていうのがまあ泣かせますよね。いやいやいや、<laughs> かわいい奥さんとかな。ジオポンティのレアな照明。ああ、これやりのやり、や,やっときゃよかったなっていうね、僕の大公開です。8000ユーロだったんですよ、これ。ほら、ミラー、こんなに美しいですよ。 はい、マークス・イングランドの点付けこの辺から始めるのもいいかもしれないですよねこのジオ・ポンティのチェアいいですねちょっとこれは心ゆ揺らいちゃうな欲しいな <laughs> とてもかっこいいと思います ああ綺麗ですねキキラキラと、まあ、この辺のジオポンティはちょっと難しいですね。このクルクルはね、ジオポンティのデザインのメインになってるんで、このクルクルダイニングとかは手に入れててもいいかもしれないですね。うわぁ、このランプちょっと怖いかな。ちょっと雰囲気出すぎちゃってるかな。はい、ジオポンティのメ,、えー、とメインになる椅子はこんな造作。ちょっとね、クッションがふわふわなんですよね、この子ね。 まあ持っててえばれますよ、これは本当に。これからのものだと思います。コーヒーテーブル。まあこの辺はね、ジオポンティの、あの、これいろんなメーカーからこの感じの出てるんですけど、これは一番買いやすいタイプですね。ああ、これか、さっきの。ボルサーニのメインになっているロット。うわあ、これはアート作品ですな。 <laughs> ちょっと点出ないですねこれ落ちるのかな60万ユーロってちょっと見届けましょうねこれはシンガーサンズまあこれはちょっとアメリカンでねあんま僕好きじゃないんですよこういうねフォルナセッティとね一緒にやったこういうのは僕大好き可愛い,いですねこれちょっといいじゃないですか12万ユーロ12万ユーロか <laughs> あ,あ、これジオ・ポンティさんのメインになる写真ですね。よくこの写真使われてますよね。おしゃれですよね。ジオ・ポンティさんね。アンジェロ・レリー。そうそう。これ、かっこいいですね。ヘッドボード。ここにベッド、マットレスつけて。いや、いいな。多分、この船のためにデザインしたテーブルなんですかね。ほら。 ほら見てください86番こういう壁付けのシェルフそろそろこういうのいいんじゃないですかおーすごいな石になってんだおクレスピーはい93番マークス・イングランドのコーヒーテーブル使いやすい大きさですよまたガラスがエレガントなんですよね はい、ほら、ジオポンティのこういう風にね、点付けにするとこういう風になるんですよ。まあ、なかなかこの大きさを付けれるオタクはないかな。おー、ジノサルファッティさん、真面目臭い顔してますね。<laughs> これはジノサルファッティさんのメインになるランプ。持っててまあ、後悔はないですよね。トリエンナーレの1個上を行くクラスのものはこれじゃないですかね。101番。素晴らしい。素敵です。はい、こちらもね、 あんじあえー、とジノ・サルファッティさんの点付けのメインになるものですね。当時のイタリアはこういうね、カラフルなオリンピックカラーみたいなの多かったですよね。うわぁ、このミラーも着てるなーすごいなホルタナ・アルテ。9000ユーロ。素晴らしい。ちょっとこの辺はなんか昭和の喫茶店っぽいですね。はい、コパリージさん。ちょっとホルナセッティさん。あ、えっ、ー、と。 さっきのサルファッティさんと同じようなちょっと真面目臭い写真。こんななんですね。イコパリージさんってね。<laughs> アンジェロ・レディさん。<laughs> ちょっとお笑い芸人だな。まあいいじゃないですか。愛嬌があって。ソッと刺すもおしゃれですよね。僕、ソッと刺すすごいおしゃれだと思うんですよね。いろんな写真見ても、ソッとサすってトータルでかっこいいですよね。デザインの神様。 いやー素晴らしい。ほら、若い頃のソットサスなんかこう、撮られる表情が何ともさ、言えないですよね。なんだろう、写真に撮られ方もかっこいいですよね。ソッとサすってね。あのー、イタリアデザインってやっぱね、イタリアのデザイナー本人に花がありますよね。モリーノさんにしかり、ポンティさんにしかり、ね。 ほら、見て、そっと刺すの。若い頃、めちゃくちゃかっこよくないですかいやー、すごいね。こんな人がデザインしてるんですよ、みんな。そりゃね、かっこいいもんできますよ。ほら、出た、変態、モリーノ。<laughs> 危ないですよね。これは、ちょっと、これちょっと危ないな。ほら、いっちゃってますよ、ほら。これは、危ないな、モリーノさんって、やっぱり。ほら、ほらほら、ほらほら,ほら、目見て。 うわーやばいなー森野さん。<laughs> まあ、その変態が作る椅子ですから、変態ですよね。これはね、もうほんと変態デザインですよね。これはほんと変態に行ってほしい。いやぁ、ほんと見。見てみたいな見てみたいっていうか、持ってきたいですよ、日本に。日本にも絶対変態デザインラバーいると思いますよ。危ないなー <laughs> ないですね、ほらこんな綺麗なんですよ見てください見てこの綺麗なランプこういうのが天井に吊るしてあったら素敵ですよねまあ家を選びますけどね素敵なお宅の方是非これから住宅の計画を立ててる方是非もうねモダンすぎるっていうのも飽きちゃったでしょうこういうちょっとなんかね かわいらしいの入れていくるといいですよね。おお、さっきのジオ・ポンティさんの飾り物、いいじゃないですか。雰囲気いいですね。これセットであったらかっこいいな。うん、イタリアデザイン、いいですね。たまらない。たまらないですね。 はい小物類これはやっぱセットで購入すべきですねこのジオ・ポンティさんのチェアとかレアですねまあかっこいいかは別としてこれはちょっと使いにくいですねこれもねカッシーナからじゃないからできればカッシーナのものがいいと思いますはいサルファッティさんのいいですね はあ、もう無意も飽きちゃった人はこういうの言ってほしいですねデザインラバーいるはずですよデザインラバーはほらフレミングラーセ風のジオ・ポンティアンジェロ・レリーこれとかもうねなかなか見ないですよねすごいなそっとさすもこんな感じのデザインの証明してましたけどね はい、これはちょっとレアすぎます。まあ欲しい方はぜひ。ほら、これですよ、ソッとサス。もうアールと卒業してこれじゃないですか振り切って欲しいですね。今ならアールと高く売れるからもう。 売っちゃってイタリアに変えるのもいいんじゃないですかまあ全部売れじゃなくてね一部売って一部をイタリアに変えるってありですよ全部変えると今度またイタリアデザイン教みたいになっちゃってかっこ悪いですからね取り入れてくださいイタリアを皆さん取り,入れて取り入れるだけでいいんですよ全部イタリアにしろって言ってるわけじゃなくてこういう面白いイタリアのデザインがあるんだからそれを取り入れたらよりいい空間ができますよっていう提案なんですよね 北欧を全部売っちゃって全部イタリアにしなさいじゃなくてフィンユールさんとかにも合うようなねボルサーリのテーブルとかある,あるんで全部をフィンユールにしないで一部をフォルナセッティのものとか入れたり北欧のインテリアの中にイタリアの照明を入れるだけでだいぶかっこよくなりますよ小田先生んちとかもそうですもんねこのイコパリージさんとかやばいな <laughs> かっこいい素晴らしいですねこんな絵も出してたんだへはい以上ですねちょっと自分が今ね好きなストライクの範囲なんで長く解説して入り込んじゃいましたがイタリアデザインはね絶対いいと思いますよ数がね限られちゃってるんでこれから 皆さん入り込んでいくのもいいと思いますし何度も言うようですけども全部イタリアに変えろじゃなくてイタリアデザインちょっと個性的なんでねこれを一部取り入れてみたらより空間が良くなると思いますやっぱり変態デザイナーが多いですね以上です失礼します